ZOZO マリンスタジアム、ロベルト・オスナが登板です。オスナのコールにスタンドから大きな声が起こりました。ロベルト・オスナ、これが日本での初登板ということになります。まあ、この風ありますけどね、まあ、多分それはもう全く関係ないですね。はい、車にも乗らずライトのポール際から走ってですね、はい、マウンドまで上がってきてくれましたね。はい、はい、楽しみです。まあ、メジャーリーグではリリーフカーってのありませんか。第9球まっすぐストライクを取りました。150キロ。この強い風の中、清水さん、はい、バットファールになります。はい、実際アストロズでおっと風で帽子が飛んでしまいました。アストロズで最多セーブのタイトルを取ったクローザー時代は速いものを持っていますが、またファールです。ファールです。空振り三振。最後は141キロ。カットボールかスライダーか、沈んだ感じのカット。あと取れない。キャッチャーの佐藤が後ろに反らしています。投げたのかって、まあ、一応確認なんですかね。はい、多分今こう通訳の方に今俺のサインがどうだったのかっていう確認ですよね。迎えています。右へ持っていった。ファーストライナー一塁はどうだ。セーフ。一塁はセーフ。ファーストライナー一塁ランナーの伏見が懸命に戻りました。詰まった打球オスナが取ります。一塁へトスしてスリーアウト。来日初登板のロベルト・オスナ、ランナーは出しましたが0点に抑えました。